アキラ、お兄さん、やって、こんにちは、アキラお兄さんで、バイーン。さあ、久々にこいつを見ました。1年ぶりです。1年ぶりで、これだいぶ開けてなかったから、さっきエディゾーがめっちゃ吹いてました。今回の企画は何でしょうか。第1回、チーム対抗、ホットサンド対決です。おーい、ホットサンド対決。一応石田さんと、はい、僕と、はい、ネボちゃんが、まあ、それぞれ個別で、うん、はい、挟むものを決めたりして、ほうほう、まあ、どれが美味しいかと、はいはい、いうようなことを やれないかなと。おー、はい、いいじゃないですか、はい、でも今回はシンプルに美味しいやつを作っていくと。美味しいやつを作ればいいんですね。、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。でもここなんかいろいろこう書いてますよ。まあ、ちょっと石田さんヒントですね。あんまり作られたことないと思うんで。ホットサンドね、まあまあそんな作らないですね、はい、確かにね。なので、はい、早速もうお買い物に行きます。買いに行きますか。ちょうどお腹減ってますし、はい、そうです、はい、ちょうど昼時ですんで。ですね、はい、じゃあ買いに行きますか。はい、行きましょう。はい、お買い物から戻ってきました。はい、さあいろいろ買ってまいりました。私が買ったやつもあれば見覚えのないやつもありますけどもね。一旦ね、危なかったですよ、私めちゃくちゃお気に入って。ただ絶品チーズハンバーグだけ入れようとか、そんな 100% うまい、はい、やつとかもいろいろ考えましたが、それはもう今回は、はい、なしにしました。はい、はい、誰から行きましょうか。私は結構お気に行って、はい、しまいました。お気に行きました、はい、ちなみに何を。まずハムとチーズ。ハムとチーズ、はい、こちらのハム、はい、と、とろけるチーズ。とろけるチーズ、はい、はい、これとこれと、はい、かぼちゃの、はいはいはい、サラダ、サラダ、かぼちゃサラダ、南京サラダね、はい、はい、これをちょっと挟もうかなと。これを挟んじゃいますか。はい、エディゾーは僕はですね、はい、豚バラとごま油、塩、はい、そして、はい、もうこれ調理しようとしてる。で、キムチを。キムチや、はい、はい、これが美味しいんじゃないか、はい、豚肉だけすいません、ちょっと事前に火を通させていただいて、これで、一回はけてで、ちょっと綺麗にして、はい、焼けたお肉を挟みたいと。ああ、はいはい、ちょっと火が通りが怖いんで。いや、そりゃそうですね、はいはい、ちょっとホットサンド大会としては反則ではありますよね。ちょっと反則ではありますよね。そうですかね。ギリギリその、そこの中での中でできるから、ギリギリセーフにしていただきたいです。ということですね、わかりました。モッツァレラはかけなし。そうです、ちょっと迷った結果のものですね。気の迷いですか。はい、モッツァレラ、生ハム、リンゴジャム、お気に入ったパターンの。あ、はいはい、確実に美味しい。あ、リンゴジャム、生ハム、チーズをやろうと思ったんです。ああ、はいはい、かなり確かに美味しそう。美味しそうですね、はい、はい、ここもルール違反なんですけど、2個、2種類買ってしまいました。2種類いったんだ。どうしても勝ちたいと。はいはい。私は明太子スパゲッティをメインに、明太子、生明太、マヨネーズ、そして、蒸しホタテ。というところで、今回ちょっと勝負に出ましたね。果たしてどうなるのか、はい、じゃあまずネボちゃんからいきますか。はい、お気に入りネボちゃんで、その後調理工程的に簡単なのはやっぱ俺なんで、だからさ、はい、最後エディゾーにしましょうか。はい、ではでは、はい、ネボちゃんどうしたらいいですか。まずは、はい、これ焼く前に具材入れた方がいいのかな、うん、そうですね、そもそもちょっと一回そのまな板の上にごぼう置くのに。大変失礼しました。鉄板のに塗るんじゃない、違うだっけ。いや、なんか焦げないようにさ塗ってる動画はいい気がします。今回パンだからいける気がするな。そうですね、ここ結構やばい、しっかりめに塗りますね。豪快ですね。多いか、結構豪快にいきましたね。まあいいでしょう。まずはバターを、はい、塗るんですね、はい、バターを、結構裕福な塗り方をね、そうですね、しました。
ハムは何枚いきましょうか。ハムは1枚、あ、2枚、2枚、はい、1枚ずつ、1枚ずつ上と下に1枚ずつ、はい、贅沢ですね、はい、はいはい、でこれですね、かぼちゃサラダ、はい、秋なので今秋ですからね、やっぱりかぼちゃ、これクリームチーズも入ってるので、あ、クリームチーズも入ってる、はい、あ、食べてるどのぐらいっていいかな、結構でも結構入れますね、入れますね、で、とろけるチーズ、はい、お、まあ、とろけるチーズは1枚1枚これはとろける、何のチーズでも美味しいと思います、もうめっちゃアドバイスね、はいこうですね、はい、おお、で、それを2、美味しそう、で、蓋を蓋をする、はい、もっといけそうだけど、まあ、で、今これ熱くなってるので、はい、このままグッと開ける、いけた、はいはい、あ、モントがつきましたね、今待ちということですね、はい、じゃあ私その間にちょっと作っておきましょうかね、はい、はい、それではまずですね、はい、こちら並べさせていただきます、まずこちらですね、生明太マヨネーズパンに塗っていきたいなと思います、おお、確かに、むずい、おいい感じか、おおちょっと、もうちょっと、でもいい感じの匂いがしてますね、うん、いい感じ、結構早くできてるね、おおいいっすね、いいっすね、いいっすね私はその間にこちらを塗らせていただきました、はい、はい、明太マヨ、明太マヨ塗りまして、はい、明太パスタ美味しそうすごい匂い、いい匂い、どう？いい感じです、いい感じ、一回こっちに上げて切りますか、さあ、これをじゃあ4等分して、はい、パリちゃんにも、パン切り包丁持ってきたけど、パン切り包丁で切らないですね切れない、あいい感じです、いい感じ、チーズが、あ、中身が出ちゃう、どうやって切ったらいいんですか頑張ってください、はい、切れました、はい、はい、というわけで、ねぼちゃんのシンプルホットサンド完成、完成です、完成、名前は？秋の味覚たっぷりかぼちゃホットサンド。かぼちゃホットサンド。はい。完成です。はい、完成。食べてみますか。食べてみますか。みんなで。あったかいうちに食べたらですね。あ、そうですね。これはまずねぼちゃんのね。はい、ねぼちゃんの、はい。暑い。秋の味覚たっぷり。暑いですね。暑いので気をつけて。いただきます。いただきます。うん、おいしい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 、うん、おいしいな、おいしいです、かぼちゃが思ったより、うん、ちょっと食感味もある、うんうん甘い感じになるかなと思ったんです、うん、オープニングアクトとしては最高クリームの量も絶妙ですね、うん、こうたっぷり入ってるんで、素晴らしい、素晴らしい、で、この後ですね、攻めますね明太子スパゲッティ、さらに明太子、ね、ちょっと一個食しますうん、美味しいですよね、うまい、中だけを使われるんですね、そうですね、中だけにしようかなと思います、
いいですね。はい、そして、今回の一番の勝負どころですね、虫ホタテという。ちょっと一回します。うまい。おいしいですね。うん、一口サイズですね。ちゃんとね、なんか細かく切りつつ、これがどう転ぶのか。サチ特有の臭みというか、そういうものがホットサンドでどう展開するのかということですね。はい、でこれを、はい、いっちゃいます。 OK。 で、こちらを焼いていきましょうということですね。ね、こちら焼きました。あー、どうなるやろな。あ、でも結構海鮮、あ、もう来てますね、はい、結構来てますよ。あ、なんか香ばしい香りがしてきましたよ。さっきとはちょっと違う匂いで。おお、いい、まだです、まだですね。まだです。おれれれれれれ、きれい、いいんじゃないですか。素晴らしい色です。はい、どう、うん、豪快にいった方がいいですね、うん、よいしょ。はい、できました。こちら、はい、私のどうなっているのか。ちょっとホタテが溢れ出してますが、はい、海の大冒険サンド。完成です。完成でございます。いただきましょう。今ホタテが2個落ちたところなんです。いただきます。うまい、うまい、うまい、これうまい。あ、これ大正解だ。ホタテの食感がいいですね、うん、明太子スパゲティだけだと、うん、なんかちょっと足りなかったかもしれないですね、うん、ね、これぐらいだいぶみんな引いてたけど、まだ行くのみたいなこと言ってたけど、ちょうどいいね。うん、うん、うまい、よかった。さあ、はい、これでは僕行きます。バトンタッチ。はい、じゃあまずは、はい、豚肉をちょっと火を通させていただきます。はい、この時点でなんかちょっとちゃう気はするの。ってことね。あ、いいですね。はい、焦がして味は別につけないですね。そうです。返しましょうか。あ、すいません。返して、で、豚肉を焼いている間に、はい、はい、チーズを敷いていきます。チーズ、はい、先にいきます、はい、モッツァレラチーズ。モッツァレラです。モッツァレラ、はい。なぜこれはモッツァレラに。あ、僕がもう好きなチーズで。好きなんや、はい。次は何。キムチ。あ、キムチ、はい、揚げといていいですか。はい、ありがとうございます。そしてキムチを敷いていきます。はい、まあうまいな、うん、今のところもう絶対うまい。もしあれでしたら、あのホタテ全然貸し出します。入れてください。あ、ホタテ入れても美味しそうですね。確かに、うん、で、豚肉です。あ、で、豚肉、はい、してください。どうかったかな。いや、でもそれぐらいあったほうがね。そう、そうですね、はい、重ねることを考えてなかった。あ
そしてこれです、はい、ごま油です、はい、はい、少々、はい、と塩ですね。塩、これが一番おいしい、あのこの世で一番おいしいタレです。サムギョプサルの、サムギョプサルの、はい、こんなもんで、はい、あ、いい匂い、これで、おいしょ、よし、すいません、うわ、来ました、はい、さて、おいしそうですよほら、まあ、入ってるもんはね、最高ですよね。あ、その味付けが果たして、はい、ちょっとそうですね、どうなってるか。豚の脂がこれ今パンにこう染み込む、そう、下側は特に入ってますから、どうなるんでしょう、それがどんな感じなのか。ごま油もいってました。ごま油もで、チーズでこう、まあ、に壁にするというか、はあはあ、パンをべちゃべちゃにしすぎないように、はあはあ、チーズの壁を作ったんですけど、チーズの壁を作って、はい、うやってますね。言ってますですね、エディゾーが。どうでしょう。もう少しですね。もう少しですね。わあ、すごい油、ああ、すごい油が、あ、キムチ、キムチの。いい匂いです。いい匂い。この油と。ああ、いい匂い。ああ、もう焼肉や。いいですね。いいですか。はい。はい。こちらを。すいません。いい匂いする。引き上げます。はい。あ、うまそう。おーい。はいはいはい。はいはいはい。少しちょっと。熱い。熱い。熱い。すいません。さあ、来ました。これもうまいでしょう。はい。完成。はい。こちら名付けて。チーズサムギョプサルホットサンドです。はい。ではどうぞ召し上がりください。香りはもう最高やもんね。火は一応通ってますんで、豚肉は。どうだ、味付けはどうだ。うん。いただきます。うん、おいしい。うん。うんうん。全部うまいな。うん。塩も効いてますね。うん。塩結構しっかり効いてる。そうですね。うん。ちょっと多かったかな。ちょっと外側が物足りひん感じしますね。そうですね。中側にこうキムチとかを確かに買ったんで、チーズとパンの部分が。うんうん。うん、おいしい。はい。さあ、はい、で揃いました。じゃあどうやって決めます？そうですね、それぞれがこの一票ずつなのか、はい、もうパリちゃんがもう、そうですね、全権を握っているのか。そうですね。うん、一人一票ずつにする？一票ずつにしましょう。はい。そうですね。じゃあ指さしますか？お願いします。まあ、分かりやすく、これかこれかこれですね。はい、はい、かぼちゃんの、はい、かぼちゃで、明太子スパゲッティ、これあきらお兄さん、そしてサムギョプサルがエディゾーということですね。それでいきましょう、はい、優勝はせーのおい、やったやったー。優勝は明太パスタホットサンドです。イエーイ。俺もそう思ってたね。俺もそう思ってたけど、これはでもほんまに美味しかったな。美味しかったです。もしかしたらこいつのポテンシャルが相当あるのかもしれないけど、ね、キムチはちょっとですね、チーズがうん、多すぎたと言いますか、ちょっとキムチが欲しかったです。もっともっと全体的にあればよかったけど、はい、このやっぱサンドするっていうので真ん中にあったんで、はい、入り口、あ、うまいなってなったけど、だんだん物足りひんくなっていくっていうのが、ちょっとこの分キムチが行き渡ってなかったんで、ありましたね。で、調理工程のそのね、長さとかもこう考えると
られるとっていうのはちょっとありましたね。はい、いやでも俺これが相当うまい気すんねんな。でも迷うじゃないですか。あでもこれではないねんな、うん、なんかそのやっぱ追い足しがこうそうしてる、うん、これはなんかいいですね。皆さんもぜひこれやってほしいですね。なんかやっぱちょっとずつ攻めていきたいね、こういうのやるんやったらね。そうですね。うん、まあでもバランス大事っていうのは分かったね。そうですね。結構俺やっぱ端まで全部端までやったからそれが良かったなと思います。かなり自信あったのに。ありましたね。そうですね。ちょっとやっぱ盛り付けが、盛り付けさえできれば、盛り付けもしかしたら、そうね、勝てたかもしれません。バリちゃん的に勝因は何ですか。そう、甘いのは普通になんかスイーツ感覚だなと思って、うんうん、ご飯で食べるとしたら二択だなって思った時に、あ、はいはい、バランスよくうまいって思えるものっていうところですね。バランスですね。はい、はい、やっぱ僕がここまで芸能界何で残ってきたか、バランスで、はい、やっぱそれが今回も功を奏したと、いうことですね。でもやっぱ久々にやると楽しいですね。はい、美味しかったです。はい、というわけであの僕たちこれから昼休憩ですので、はい、これからいろんなものをサンドして楽しみたいと思いますというわけでまた次回さよなら、バイーン。キングダムジャンケンいってよー、はい、キングダムジャンケンジャンケンホーリーというわけで僕はパーでした。というわけでチョキの人の勝ち。チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。じゃあまたね。